なせよ、かおるみだ。はい、ということでおはようございます。現在朝6時50分でございます。今日も元気に朝ごはん食べに行くんですけれども、現在今私ここ新町にやってまいりました。イエーイ。はい、ということでね、新ちゃんいろいろね、紹介してきたんですけれども、今回は再訪問ということで、新ちゃん再訪問って言われるとめちゃめちゃやっぱお店があるのでどこ行くんだよって感じなんですけれども、サムネに書いてあると思うんですけど、今日は久しぶりな、多分1年以上ぶりかなに行くと思うんですけど、私が人生キンパって言ったお店に行きたいと思います。人生っていうのが、人生で一番美味しいとか、人生で一番何々、一番良かったものの前につけるね、韓国では単語なんですけど、例えば人生キンパとか人生ラーメンとか人生ズボンとか、そう、陰線なんとかってつくのは人生で一番最高みたいなやつの前につくんですけれども、そう、その名前の通り、私が人生でいろいろ食べたキンパの中で、ここのねキンパが一番美味しかったんですよ。でね、いろんな視聴者さんがもうそれ見て言ってくれてね、私が食べたアボカドキンパがもう売り切れになっちゃう日もあったりとかして、行ったけど食べませんでした、明日またリベンジしますみたいな子も結構ねいてくれて、みんなかなり満足してくれたみたいで、私もみんなのねそういうレビューを見るたびに、あ、私も食べに行きたいと思うんだけどさ、そんなに早いさ、こう時間もそんな経つのに2回も行けないじゃん、我慢したんだけど今日行きたいと思います。久しぶりにラーメンキンパ行こうかなと思ったんですけど、そこラーメンもあるんですけど、もちろんトッポッキとかもあって、トッポッキとかも食べてみてもいいんじゃないかなと思いまして、行ってまたね、私よくメニュー変わっちゃうんで、変わっちゃうかもしれないんですけど、今日はとりあえずそこら辺を、はい、食べていきたいと思います。で、前回のね動画見てくれた方は道わかると思うんですけれども、今日もね、簡単なので、はい、ささっと道説明して、ご飯食べて、で今日はねイディアで新作が、はい、出たんですよ。だからちょっとイディアの新作を飲みに行こうかなと、はい、思っております。最寄りが新町駅の7番出口になります。はい、7番出口から、横断歩道を渡ってすぐですね、もう3分もかかんないぐらいかな、はい、ですので迷うことはないと思います。それではね、美味しいキンパ朝から食べに行きたいと思います。それでは、ゴー。ということで、こちらが新町駅の7番出口になります。新町駅が2号線になりますね。はい、2号線の7番出口から出たらすぐ横に横断歩道があるので、こっちに渡ります。最初のところはね、横断歩道なんだっけ、電気じゃなくて、あ、すごい朝日なんだっけ、信号がないので気をつけて渡ってくださいね。そしたらこの三角地帯みたいなところに来たら、大きい方に、お、ナイス、なんと急に青信号、こっちに渡ります。そうしたらまた三角地帯のところみたいに着くんですけど、え、これよくない、見える、下見てさ、携帯出ててもさ、信号変わったの分かんの、やばくない、これめっちゃ画期的。いいや。そしたらまたこっちの花うね、花銀行の方に渡ります。でこれもね、車通ってるんですけど、信号ないので気をつけて渡ってください。はい、で花銀行の方に渡ったら、ここをね、右ですね、右に進みます。てな感じで歩いてくると、じゃーん、ここにいます。じゃじゃーん、あれがモザキンパでございます。ここが激うまなんですよ。ということで、じゃあ入っていきたいと思います。ちなみに営業時間がね、6時半から8時かな、早くからやってますので、はい、じゃあ入っていきたいと思います。こんにちは、東北市キヨカフェよ。あ、俺マニミだあいごー、俺もマニミだー、ねえ、わざよー、わどっすよ、わらわけよ、ねえ、괜찮아요、아니요괜찮아요괜찮아요너무너무감사해가지고저희가그많이일본분들이 네, 많이찾아오셨더라고요아유아보카도김밥네난나는진짜한번오실것같았어 뭐하나드실까특히마시고아니아니아저오늘찍으러온거예요 아니 그거저반값은냅니다 아니반값은냅니다괜찮습니다아니괜찮습니다특히마시라니까안돼요하우님왜이렇게더말리셨지아전다이어트했어요아보카도김밥이랑떡볶이주세요저와타스가스키나거래아보카도김밥도오늘떡볶이보카는뭐닭가슴소세지도가뭐오뎅도맛있었던것이오뎅와사비다네그동안잘지내셨어요네너무너무잘지냈어요 애들이아보카도김밥되게많이아니아보카도되게뭐야카오
아부듯하네난리도아니에요난리도 많이나가요아무튼짠여기가최후코너였습니다결혼하셨잖아요네맞아요했어요아예아직안났어요아기는아직제가사느라바빠서 일본에사세요아지금한국에살아요네오혼자감사합니다 제가 이렇게여기저기많이다니니까이것저것많이먹잖아요김밥도그렇고근데김밥은여기가원톱이에요짠はい、じゃあこちらが私の大好きなアボカドキンパでございます。もうマジで本当に超大好き。ということでじゃあちょっと中身見ていきますね。見える？最高なんだが。うわー、じゃん。やばくない？これね、アボカドを丸々半分使ってるんだって。アボカドとシグンチ、ごぼうと人参、たくあん、カニカマ、卵って感じですね。やばい、もう本当に超美味しそう。てか見て、この具沢山すぎてご飯がめっちゃ少ない感じ。もうマジ大好き、こういう感じのやつ。で、セルフで持ってくるスープなんですけど、さっき手前にあったみたいにネギがあるの、ネギ入れてスープ持ってくれば OK です。たくあんとかもあったか、たくあんとか持ってくるわ。あー、頑張りまーす。出ましたトッポッキー。うわー量めっちゃない？5000ウォンですよこれ。このねトッポッキーのソースにキンパをつけて食べる楽しみですよ。中にはおでんが入っててヤンペチューなんだっけ、キャベツですね。でお餅が入っててって感じです。アボカドキンパは5500ウォンで約550円くらいで、トッポッキーが5000ウォンですね、約500円。じゃあいただきます。ダン、大好きなアボカドキンパ。今回頼んだ、見て大きさ見分かるかな、この量ですよ。それじゃあいただきます。うん、てかさ、ネギの千切りってやばくない？普通の汁物に入れたらさ、ガッていきなり風味上がるし、納豆に入れたらめっちゃ美味しいし、本当にちょっとの面倒くささを頑張ればめっちゃご飯美味しくなるよね。見てこのキンパでかくない？じゃあいただきます。もうマジで美味しい、もう最高。キンパとアボカドってマジ全然違う位置にいるじゃん。でもなんかね、合うんですよ。味が強くてなんかお互いに喧嘩しそうじゃん。でも喧嘩もしないし、だからといって全然バラバラみたいな感じで仲悪くもないみたいな、完全に異国の組み合わせなのにこんなに合うのマジやばい。アボカド嫌いとかじゃない人以外は本当に食べてほしい。アボカド好きには絶対食べてほしいし。トッポッキーいただきます。ちょっと普通のと風味が違う。なんだろう、カレー粉いっぱい入れてんのかな。おいしい。ピリ辛だから多分全く辛いのがダメって人以外はいけると思う。え、めっちゃカニ小さいさ。なんか本当にさ、韓国ってキンパップ屋さん多いし、てかもう日本にある飲食店の倍ぐらい飲食店あるんじゃないかってぐらいカフェが多いイメージあるけど、飲食店もマジで多いのね。で私もさ、仕事上いろんなところでキンパップ食べたり、いろんなところのさご飯食べに行くじゃん。本当にキンパップは私自信持ってここでキンパップおすすめする。私が食べたのはアボカドキンパップなんだけど、でアボカドキンパップじゃなくても中がねギュッて詰まってるし、具材一個一個の味がしっかりついてるから他のキンパップも絶対美味しいはず。私はでもここに来たらアボカドキンパップ食べないで他のキンパップ食べるっていうのがもったいなさすぎてできないんですけど。あ、今日もじゃあアボカドキンパップと違うキンパップ買って帰ろうかな。ウニがねマジで無類のキンパップ好きなの。キンパップも好きなんだけど海苔を異常に好きで私がお昼寝とかしててさ、今でこうソファーとかに寝てるとガサガサって音がするのなんか音すんなって見ると大体台所で乗り切ってる。え、なんかこのキンパ私の輪郭とすごい似てんだけど。もちろんさ、このアボカドキンパだけで食べたらめちゃめちゃ美味しいし、むしろアボカドキンパだけで食べたいんだけど、キンパとトッポッキを飲んだらこれやらないと罪ですよねみたいな。じゃじゃん、この美味しい美味しいアボカドキンパを、この美味しい美味しいトッポッキに。
もうこれはギルティー、完全にギルティーです。めっちゃ美味しいね。つけて食べても味が死なないんだけど。やば。こんなことある？こんにちは。아근데한번쯤더오실줄알았어요아그래요근데어디가든제가여기가진짜맛있다고얘기를했었거든요아니원래저희가게일본사람들이안왔거든요오시고나서저희가더감사우리아들이지금일본어공부도하고있어요아진짜요 그때는진짜아예몰라가지고그냥이제시작한학생인줄알았어요 손님들이와서말해줘서알았어요한국으로왔다갔다하고이렇게하는거예요제가촬영갔다가맛있다고하는가게에서일하는사람들이왜갑자기일본사람으로지하다가누가말해줘서아여기올라왔구나해서알게된사람도많더라고요아그럼제가가끔씩종로를이제가는데、네、와거기는완전베스타시던데요 お子さん日本語勉強してんだって私が前行った文化キッチンのお店もそうだしこうやってさ日本語を勉強してくれるのめっちゃ嬉しくない息子さんイケメンですよあとトッポッキとキンパってちょっと多いと思うだけど友達と来た時とかトッポッキ1個のキンパ1個頼んでこう2人でつけて食べたりとかすると絶対美味しいしもし1人で来ても今おばちゃんに聞いたら持ち帰りもできるっぽいから残ったトッポッキを持ち帰りとかしてさ夜食にすればいいしこの組み合わせめっちゃ美味しいなんかね想像を絶する美味しさって言ったのかな全部が全部トッポッキの味になりそうじゃんそうじゃなくてアボカドの味がめっちゃ残ってるのこれから先どうなるかわかんないけど私的に美味しいって有名になって売り上げがこうバッと上がると第2号店作ったりとか3号店作ったりするじゃんでもそうすると結局もともと作ってた人じゃなくてそれを学んだ人が作ったりとかレシピを元に作るようになるとやっぱ味が変わっちゃうお店がすごい多いんだけどこのパルカンボーズキンパって家族でやってるからかわかんないけどここしか店舗がないのねだからこんなに味変わらなくて美味しくてこの感じで続けられるのかなと思って大体は2号店3号店でき始めると味が落ちるお店が多いっていう話なんかほんの金箔食べた人は多分分かると思うんだけど本当に分かるかなこれ太いの普通の金箔よりもだから私今日トッポッキ食べて金箔半分ぐらいしか食べれないかなと思ったの食べちゃうよねこれはつけて食べて最後は金箔だけで食べるもう終わってしまうの最後の네안받아가지고처음이야처음어서오세요저아까그거영상에서、네、아드님잘생기셨다고얘기했어요감사합니다잘생긴사람보면서그김밥드시라고 감사합니다가시는거예요아네네네はいということでごちそうさまでしたやっぱり美味しいもう間違いない完全に美味しいで今ねお店でごちそうさまでしたして出てきたんですけどわざわざね外まで出てきてくれて本当にありがとうございましたっつってなんだかお店でねいろんな素敵な出会いとかもあるみたいでそうなんか旅行とかあんま好きじゃない人だったんだって息子さんがでも、まあ、こうやってね日本にこう関心っていうか興味持ってくれて日本語を勉強し始めてくれて今度日本にもね旅行に行くということでいいっすねあなんかこうやってまた素敵なこう人とのつながりが素敵じゃないこうやってさ私の動画きっかけでご飯食べに来てその私じゃなくて市長さんもこのお店の人といい関係になったりさそっからこうなんかどんどんねそう良くなっていくのいいよね素敵だよね現地の人と知り合ったりとかさそうしてお互いの国にさ興味持ったりさもう素敵なことだよねもう人とのつながりってこういう感じつなぐってこういうことですよねはいということでね本当にやっぱ美味しかったですねすごいピーピー言っとるけど交通整理やってる音ですねじゃあ新町の街並み映しながら向かっていきたいと思います
にちは。あーちょっと待って。留学生ですか？今日初めて登校なんです。あーそうなんですか。ありがとうございます。学校頑張ってください。今日初めての登校だそうです。めちゃめちゃドキドキしてんだろうな。そんな感じの視聴者さんでした。かわいいワンコ。ここのカフェのね、カイマックが美味しかった。カフェの名前わかんないや、看板ないから。あ、これか、うん、ノンタント、かわいい、ノンタント、ノンタント一緒みたいな感じ。ここのカイマック美味しかったです。ここもなんかいい感じのカフェだね。上まで全部カフェなのかな。キャンパスビーン。ここさ、 CD 屋さんなんだけど、あの握手会とかの整理券をね、あのここで私もらったことがあって、なんだっけ、 MIB っていうカンナムっていう、あの韓国で活動してる日本の男の人が入ってる MIB っていうチームがあるんだけど、チームっていうかアイドル、アイドルっていうのかな。そのグループすごい好きな友達がいて、それのペンミーのね、整理番号みたいなのをここでもらって、その子の誕生日プレゼントあげたの。それが多分2013年とか4年とかの話だから、それより前からあると思います。結構古いCD 屋さん。めちゃめちゃでかいとしらくラーメンあるんだけど、どういうこっちゃ、めっちゃでかいんだけど。めちゃめちゃでかい。はい、ということで、すぐこの隣がイデアなので、イデア行きたいと思います。あ、ここのイデア24時間なんだ、最高じゃん。月曜の12時から朝8時まで以外はずっと24時間だ。ここ覚えといたらいいかも。じゃあ皆さん、今回なのはこの3種類で、リッチパインエイドってやつと、ピーシーパッション昆布エイドってやつと、ピーチハイビスカス昆布茶ってやつなんだけど、今日はこれにしよう。すごい広くていいな。はい、ということでこちらは私が頼んだピーチパッション昆布エイトでございます。ピーチとあとパッションフルーツかなだと思うんですけど、それの昆布茶です。昆布茶って前なんかジョングクも飲んでたから、アーミーの子は知ってるかもしれないんだけど、まあ、その昆布茶エイトでございます。これで4700ウォンですね。はい、じゃあ飲んでいきたいと思います。じゃあいただきます。思ったよりも甘いですね。思ったよりも甘くて、ピーチなのかパッションフルーツなのか、味は美味しいです。さっぱりしてて美味しいし、これ飲んで便秘が良くなるんだったら喜んで飲みますよって感じの味です。私もイデアで昆布茶買ったりとかして何回か飲んだことあるんだけど、パンとか入ってるさ、あのレジの前の冷蔵庫的なとこあるじゃん、あそこに昆布茶って2種類ぐらいあるし、他のところは分かんないけど、イデアは結構昔からね、昆布茶売ってるんですよ。で、韓国でも液体の昆布茶じゃなくて水に溶かして飲む的な昆布茶もすごいいっぱい売ってるし、多分オリアンとかでも手に入るんじゃないかな。便秘解消がダイエットにつながってるんだけど、そういう目的、美容目的でこの昆布茶飲んでる人多いですね。でもこれ飲んでさ、お腹痛くなったらさ、韓国旅行大変だね。ちょっと濃いなって人は、だいたいこういうなんでカフェって無料でお水くれるので、お水もらって入れて薄めてもいいかもしれない。まあそんな感じで、私イディアも結構好きなカフェのうち一つなんですよ。なんか居やすい、イディアとハリスは長時間いても居やすいです。はい、ということでごちそうさまでした。朝からね、すごいいい気持ちになれた。で、再訪問って言ったらもう 2,3 回目とかじゃないから、すごい前に食べに行って、今回久々だったんだけど、入った瞬間に、お香るってそう言ってくれるぐらい、まあ、覚えててくれたっていうのもあると思うけど、ひとつさんが私の動画見せて、これ見てきましたって言ってくれてる方がすごい多かったみたいで、今やね、あの厨房にいるお母さんも私の動画をすごい見てくれてるそうで、本当にみんなありがとうございます。私が紹介する立場だからさ、私の動画を見て食べに行った日本人が態度悪かったりとか、逆に私の動画を見てみんなが食べに行ったのに店員さんの方が態度悪かったりするとさ、なんか私も残念、店員さんも残念、みんなも残念じゃん。
でもそういうことが一切なくて、そう行ってきましたっていう人の中で、すごいおばちゃん冷たかったですとかは一回もなかったの。すごい美味しかったし、店員さんもすごい優しかったですっていうのがほとんどで、店員さんの方もすごい日本人の方がいっぱい来てくれて、あ、わざわざ日本から来てくれたんだってなって、すごいなんかありがたいって言ってたので、中間にいる私はすごくみんなにありがたいし、すごく店員さんにありがたいと、はい、いつも思っております。今日朝からすごくいい気分なので、今日は多分いい日になるはず。ということで、この動画を見ている皆さん、嫌なことがあった一日、いいことがあった一日、いろいろあると思いますけれども、はい、いい日はきっと来ますので、それまで頑張りましょう。何の動画だよって話だよね。ということで、今回は久しぶりの再訪問、私の人生金箔、アボカド金箔のお店とイディアの新商品の紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지. 終わり!